たける心を殺すことある。今回の動画は焼酎緑茶こだわり茶さんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いいたします。脳みそ常に震わせてあららと目に背く、のいっそ俺に生まれたなら君をぶり生き返す。脳みそ常に震わせてあららと目に背く、もういっそ俺に生まれたなら君をぶり生き返す、君を生き返す。もう待ってますか？あ、もう待ってます。すいません、鈴木B さんの紹介というか、つないでいただいてというか。はい。すいません、なんかありがとうございます。今は、はい、ディレクターで、小頭さんの YouTube やられてて、はい、あと、普通のテレビ番組もやってるんですか？テレビもちょっとお手伝いって言ったらあれですけど、はい。よかったじゃん、マスクいいですか？ああ、すいません。じゃあ、そうか、テレビ番組とディレクター様やってて、はい、まあ、エガシャさんの YouTube もやってたんですよね。はい、そうですね。まあ、ほぼメインはもう今、エガチャンネルをがメインですかね。もう、もう仕事の8割、9割が。エガチャンネルとサブチャンネル合わせて、はい、週何回投稿してるんですか？週2本ですかね、基本は。あ、サブも、はい、サブも含めて。サブも含めて、週2本です。あ、そうなんですね。そうか。三谷さん、すごいっすよ。毎日ですね。でも編集がそんなに正直もう ああいうバラエティ編集で頭使わせてしまうというかなんていうかああいう何でもやる系だと、はい、なんていうか毎回編集のテイスト違うんでそれが大変ですよね、はい、なんていうか結構、はい、企画によって変えなきゃいけないから、なので編集に一番時間がかかってるかもしれないですね。そうですよね、はい、だからあと所属もされてるんですよね今江頭さん。そうですね、会社にというか一応はもともとバンペイユって会社があって、はい、でまあ江頭さんが独立するっていうことでうちのバンペイユマネジメントっていう会社を作ってマネジメント事務所っていう形で作ったという、はい、だからこの前のそれこそアメトークとか出てるようなのはその、はい、富士さんの会社がマネジメントされているというか、そうですね、まあそうですね、いろんなやり取りを事前にしてみたいな。はいはいはい、そうですね。地上波とか特番とかそういうのなんかレギュラーとかもやってるんですか？あ、僕レギュラーはテレ東でサマーズさんの神とサマーズっていう番組と、あとサマーズ東京っていう月一の番組をテレ東さんで2つですかね。でもめっちゃ忙しいですよ。 YouTube と地上波両方ともやってる。ただそっちはもうなので演出だけじゃなくてその一応ディレクターとしてちょっとやってるっていう感じなんで、そこまで。あ、そうか、全オンエアにかかってるわけではなくて。そうですね。あ、はい、そうなんですね。生まれてから今までをひたすらつらつら聞いていくっていう感じなんですけど、はいはい、どこ出身なんですか？は、もともと大元は群馬で、ほうほうほう、群馬県高崎市 でその後小3ぐらいで、神奈川県に来て。え、何市ですか？神奈川県藤沢市ですね。え、あ、そう。ちなみに今何歳なんですか？今42です。あ、42歳、はい、42歳で藤沢市。あ、でもそうか、スマップの中井さんとかもうちょっとさらに一回りとは言わないけど、ちょっと上ぐらいですかね。そうか、だからちょっとかぶってはいないってこと。かぶってはないですけど、まああのヤンキーとかがいた世代ですね、藤沢のヤンキーが。そうですね、はい、湘南爆走族みたいなのを、まあちょっと上ですけどね、はあはあ、まあただそんな雰囲気は残ってる感じですけど、まあ僕は全然は、はい、あれですけど。でそういうところで育って、はいはい、だから藤沢に住んでる人とかって普通に、はい、海とかで普通に放課後遊びたりするんですか？サーフィンとかやってましたね。あ、小学生から？あと中学校とか高校大学とかで。あ、でも、はい、原付でそのサーフボード持ってってへえっていう感じでやってました。家庭的にはどんな感じですか？一般のサラリーマン家庭なのか。本当に普通のサラリーマン家庭ですね。兄弟はいらっしゃるんですか？兄が一人いて、兄もサラリーマンやっていて。へえ、何歳年ぐらいですか？4つですね。はい。子供の時は何になると思ってるんですか？なんかなんとなくあるじゃないですか。子供の時はもう高校ぐらいまでサッカー選手に普通になると思って。そんな上手かったんですか？いや、そこまで上手くないんですけど、ほうほう、
いや、なんていうんですか、学校でレギュラーとか、そんぐらいのレベルなんですけど、J リーグ出来たてぐらいの頃だったりとか、そうするとなんか日本代表になるとか、なんとなく言ってたんですけど、まあ高校ぐらいでだんだん、あ、これは無理だなって気づいて。あ、はい、まあまあそうっすよね。はい。で、普通に大学行って。大学はなんかあるんですか、あの、こんな進路に就きたいなって思って行くのか、なんとなく、まあみんな行くから行くかなみたいな。もうそんな感じですね。普通に今大学行って、だから、なんすか、学部も超幅広く、なんすか、政治経済学部っていう、ほんほん、どこでも行けそうみたいなところにしたっていう感じですね。はい、政治経済学部やっていく中で、なんとなくテレビ業界を目指し出すんですか？はい、そうですね。その中でテレビやりたいな、テレビをなんか作るっていうのがやりたいなと思って、もともとなんすかね、文化祭とか、体育祭とかが好きで、はいはい、みんなで何かを作ってワイワイやるのが好きみたいな感じだったんで、なんかテレビとかってなんか文化祭っぽいなみたいな。ああ、まあ確かにそんなイメージありますね。K-MAXに入りたいなと思って、大学の時に。で、あ、その制作会社ですね。制作会社の。それなんでそこが、すごいっすよね。大学、在学中にもうその K-MAXっていう存在知ってたんですか？知ってましたね。当時何の番組やってらっしゃったんですか、その K-MAX さん。K-MAXが、プッスマとウチピーをやっていて、で、まあ、ウチピー大好きだったんですよね。まあ、みんな好きだと思いますけど。で、あと、プッスマも面白いなと思って、うんうんうん、で、この2つの番組、あとは100万男、100万男って深夜にやったりとか、それどんな企画なんですか？街行く人に、100万円渡して、なんか、24時間以内に使い切ってくださいみたいな、はい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 、なんか番組で、とか、なんか落合正人さんとかもいて、その時。あ、だからあれですね。鈴木おさむさんとかの1個上の世代の、放送作家会のドンみたいな人。イメージというか、はい、学校行こうとか、なんかあの頃なんかすごいイケイケだった放送作家さん。その落合正人さんが所属してる制作会社だったの？工藤さんと落合正人さんとか飯山さんとか、あと小西さんとか、あと千田さんっていう5人で確か作った会社ぐらいなんですよね。今で言うとあれですね、だからあの乃木坂欅とか、ああいう系の、はい、そうですね、アイドル番組とか、はい、あと今グータンとか、あ、はいはいはい、A スタジオとか老舗というか、はい、そういう起こりなんですね。あの2人さん、そうですね、就職活動で見つけるんですか？それこそ就職活動をするときにテレビやりたいなと思って、でなんかテレビのことを調べて、そうするとエンドロールを見るようになって、あ、そしたらなんか K-MAX ってあって、あ、で K-MAX ってなんか面白そうな番組いっぱい作ってるなっていうので一回電話したんですよ、就職しようと思って。素人は取ってませんって言われて、あ、そんな時期あるんですか？経験者しか取ってませんみたいな、はあはあ、でかっけえと思っちゃって、それが、はあはあ、なんかプロ集団っぽい感じで、はあ、でかっこいいなと思って、それそこに入りたいなと思って、で1年別の制作会社に入ったんですよ。あ、K-MAX 入るために？入るためにそんな入り方する人いるんですか？で1年間一応やって、で一応これで経験者っているかなと思って、ちなみにダミーっていうか、その、はい、あの足掛けで入った制作会社では何してたんですか？その時は朝の情報番組の AD とか、ほうほう、あとオールスター感謝祭とか。あ、で TBS 系なんですか？ TBS 系の制作会社でしたね。で入って一番最初に入れてもらったのがうちピーに入れてもらえて、お、じゃあそれ願ったりかなったり、願ったりかなったりで、ほうほう、で1年間うちピーやって、でやっぱもうメンツがすごいじゃないですか、作ってる人のメンツが。作家さんとかも、まあ、総谷さんとか、はいはい、中野さんとか、大御所の作家さんがまだ若い頃というか、はいはい、イケイケの頃というか、はいはい、あと、まあ、飯山さんっていうその、まあ、僕の師匠的な人がいるんですけど、ディレクター、はいはい、でその人の演出方法とかいっぱい教わったりとかできたので、なんかそれは大きかったなと思います。だから有吉さん の, あの泡の風呂とか、猫男爵って覚えてます？覚えてます。一回沈んでもがいてる時ですよね。そうですね。もう、うちピーぐらいしか出てない頃に、はあ、うちピーに出るって言ってもなんか、何ヶ月に一回ぐらい。でしかも、あれですね、ピンポイント出演というか、はい、誰かの家でロケしてたら、風呂に有吉さんが猫のキャッツの格好をしているみたいな。はあはあ、で、その泡まみれなんですけど、その泡を作る仕事とかやってましたね。あ、そうか、そう、はい、そうか、そうっすよね。はい、それって2000何年ぐらいなんですか？2003、4、5ぐらいですかね。その時のテレビ業界に行ったらもうなかなかなんじゃないですか、その、なんですか、あの、世にまだブラック企業って言葉がない時ぐらいの。ああ、そうです。だからめちゃくちゃブラックですよ。もう、どの番組かは言わないですけど、
あのロケ中に気づいたらこうやってこう手から血が流れてて、あれなんだろうと思ったら、あそうだそういえばさっき蹴られて、で 蹴られた時に時計してたんで、時計でなんかピッて切れて、あとか、まあ、普通にあと殴られたりとかっていうのがありましたね。そうですね、暴力、そうですね、全盛期、暴力でも追い込むし、あと睡眠不足でも追い込まれますもんね、はい、そうですね。たけし軍団スペシャルっていう深夜番組だって、特番なんですけど、要はたけし軍団の皆さんが、あのいろんなことをするみたいな、なんかまあくだらないことやるっていう番組なんですけど、水着の女の子をおみこしに乗っけて、で、わっしょいわっしょいって担いで、このおっぱいのところにこうマンポケをつけて、どっちがいっぱい揺らせるかみたいな、それをスタジオの中じゃなくて、テレ朝の外の、まあ、行動を一周して、へー、だ揺れすぎてこぐれさせるみたいな企画とかやってて、そんな時代でした。それが OK だった時代というか、でそれでおっぱいが本当は見えなきゃいけないのにポロリしなくて、でなんでポロリしねえんだよって怒られて、最後スタジオがゴールなんですけど、ゴールしたらもう演出が降りてきて、でなんでポロリしねえんだよって言って、でいろいろなんか調べたら、こうちょっと、あ僕があのきつく結んじゃいましたみたいな、衣装さんが。だけどその責任は僕で。あ、そう、確認をね。確認でガーンって殴られて、んで当時そのディレクターが数珠つけてて、数珠がプチンって切れて、うわ、でスタジオの静まり返ったスタジオをシャン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 っつってさっきまで武士軍団の皆さんがいる前だと思ったんですか？いる目の前です。課長さんとかそういう芸人さんたちがいっぱいある中でさっきまでおっぱいおっぱいわっしょいわっしょいとか言ってたのそんな地獄な空気になったりとか。地獄ですね。ああ、いやすごいな、うん、発展途上国の話ですもんね今の。そうですねまさか2000年代の日本の話とは思えないぐらいの全部ダメですよね、もう全部ダメですよ。ちなみにそれどんくらいその AD 期間あったんですか？そのあの K-MAX 入られて AD 全部で5年ぐらいはやりましたかね。ああ、ダミー期間含めて5年ってことですか？ダミー期間含めて5年ですかね。じゃあ基本、うん、でもそっか K-MAX さんの仕事するわけですね最初ずっと。だからそのここでディレクターとか。そうですね、でずっと K-MAX の中でやってて。何でデビューするんですか、ディレクターで？あ、それこそ一番最初のデビューはたけし軍団スペシャルで。あ、それ何回か続く特番なんですか？特番で毎年やってて昔。あ、そうなんですか、はい、でそこでワンコーナーやらせてもらったりとか、でその後プスマで一企画やらせてもらえるようになってとかですかね。はい、プスマとかってあれどういう構図なんですか？あのなんかオンエアを見てるとなんかその草薙剛さんとユースケさんと玉屋さんがロケ場所巡ってでなんかそこでゲームしてみたら印象なんですけど、はいはいはい、それは箇所ごとにディレクターがいるんですか？もう一本この回は誰々、この回は誰々っていう。ああ、でディレクターがもう1オンエア丸々担当みたいな感じ。そうですね、そうです。デビューも1オンエア丸々やるっていう。いきなり40分とか50分その CM 抜いたし40、50分作らせられる。そうですね、すごいっすね、なかなか。まあなのでだからなんかいろいろ学べたのかなと思いますけどね。鍛えられますね、はい、あんまり興味ないんじゃないですか、そのいきなりそのそうですね、ディレクター1年目で。いやあんまり、ね、一般の人はこれ聞いて感覚わかんないと思うんですけどそうですね、普通はね、例えば6時30分番組60分番組の中のワンコーナーだから5分とかね、10分とかね、はい、なんか VTR 作るとか、はい、ですね。だからすごいっすよ、それそうですねいきなり1年目でじゃあここ藤の会ね、はい、みたいな。そうですね、何すんのとか言われて一応なんかまあ企画とか企画とかはまあみんなで会議で考えて、ね、じゃあこういうことをやろう、じゃあこの会は藤のみたいな感じで。へ、最初からうまくいくんですか？意外といきました。まあ、いろいろみんな皆さんに助けてもらいながら一応やれたっていう感じですかね。すごいですね、はい、27ってあのスター2人回して。そうですね、だって確かに。ただやっぱり演者さんが皆さんすごいトップの方たちなんで、やっぱりやりやすいっていうか、あの分かってくれてるっていうか。私なんかやってめちゃくちゃつまんないってことはないですもんね、逆にその2人がやってるってことは、はいはい、芸人さんばっかりの番組のつなぎ方とはまた全然違うんですけど、とはいえやっぱりスター2人なので。プスマって結構長くもやってますかね？プスマ長かったですね。でそこから終わったのが2018年で15年ぐらいプスマやってましたね。あ、すごいですね、はい、AD も含めて。
だから最初に、まあ、1P やりましたけど、その後プスマで、そこからもう十何年ディレクターになってからやれてるので、逆にそんな長い番組やれるってあんまないじゃないですか。まあ、そうっすね。そういう意味では運が良かったなっていうかとは思いますけど、ね、そうっすね。しかもすぐ終わっちゃったらね、その田中さんと関係性とかも気づけないまま。そうなんですよね。分かって終わっちゃってなんか、あとグータンやらせてもらったりとか、ゲームアクスとかなんかいろいろ他の番組も途中からやりつつみたいな感じでしたけどね。でそこでだふすまで江頭さんと出会って、あ、そっか、毎週出てました。なんかありますよね、江頭さんのなんかコーナーありましたもんね、はい、プスマの中で。毎週ではないんですけど、何ヶ月に1回とかなんですけど。あ、そっかそっか。それがまあこう繰り、もう十何年やると繰り返していくうちに、そこでまあ関係性ができてきてっていうことですかね。あ、それは AD の頃ですか。 AD の頃に初めてプスマのロケに行った時がもう江頭さんがいて、暴れる感じですね。暴れる感じで会社辞められたはいつのタイミングですか。会社作ったのが2010年なので。2010年でもう、はい、その KMAX は退社されるんですか。これまたややこしくて、はい、退社ってわけじゃないんですけど、 KMAX に入った時に、契約社員だったんですよ。あ、はい、社員ではなくて、はい、でずっとそのまま契約社員でやってきてたので、はい、だからある意味、はい、別の会社を作っても良いいいんですよね。僕契約社員なんで。言ったら。ただずっと KMAX にいるんで KMAX の社員みたいな感じに見られてるんですけど、なんか別のネットの番組で、はい、DTV ってあるの知ってます？ドコモがやってた。出資して作ってるみたいな。はい、でその時 DTV で僕サマーズさんの番組と江頭さんの番組をやっていて、それは KMAX の人間として。はい、でその DTV の中でまたもう一個企画をやりたいと思って、でそれがなんか素人が出る番組だったんですよ、一般の人が出る。でそれを企画書をで、これがまあ DTV の中で企画が通って、じゃあやりましょうってなって、やっていいですかって社長のところに持ってったら、それやっぱ KMAX はそういうタレントをいかになんかこう面白くするかというか、魅力をちゃんとなんかこう出すかみたいな感じのスタンスの会社だったので、なんか素人だけだったらやりたくねえなみたいな。あ、工藤さんが、はいはい、社風に合わないって。社風に合わないというか、でまあ工藤さんがなんかポロッと、いやお前が会社作ってやるんならいいんだけどさって言って、はい、あ、じゃあ自分で会社作ってやればいいのかみたいな。あ、なるほどね。で自分で会社を作って、その番組をやっちゃったんですよ。それはその角立たずにできるんですか。で一瞬だから周りはざわついて、周りというかその KMAX の人たちは、はい、そんなのダメに決まってんじゃんみたいな、ダブルワークが普通とかそういう時代ではなかったので、はいはい、ダメだよみたいなあったんですけど、工藤さんが作っていいって言ったんですよねみたいな、はい、ふうに言ったら、やっぱみんな、ああそうなんだみたいな感じで、なんかスルッと抜けてって、まあ、ぬるっと OK になったみたいな。なかなかなんか特殊なフリーの、フリーフリーになってないのか。もともとフリーっちゃフリーなんですよね。だから契約社員だから。うん、だから KMAX 辞めますとも僕言ったこともないし、でも今でも KMAX のお仕事もしてるので。でもだから、当時契約社員だった、あの会社が出る前は、はい、契約社員としてその KMAX さんの仕事しかしてない状態ですよね。そうですね。他からも僕 KMAX の社員って思われてたんで、周りからは。声もかからない。声もかからない。逆に、はい、その会社を作ったことによって、あれ富士の KMAX 辞めたんだみたいな風に今度見えるじゃないですか、はい、そしたらなんかいっぱい声がかかるようになってみたいな。けど僕自身は別に辞めたわけでもないんだよなみたいな。それが何歳なんですか。それが32とかですかね。会社で32じゃ普通に自分の会社の社長としてやってるんですよね。そうですね。それで会社作ってですかね。いきなりもう制作費渡されて、はい、そこからその AD だ、AD 雇ってみたいな、はい、プロデューサーだってとか、そうですね。あのなんか、はい、編集費とか経費とか計算してみたら、そうですね。はい、すごいですね。やってましたね。32歳でね。一応僕が代表にはなってましたけど、他にもあの、まあ、放送作家3人と僕1人と。感じで作って、あとプラスそういう総務的なことをやってくれる人も探して
ああ、なるほど、はい、そうっすね、はい、でそれなので会社がこの前、うん、10年を迎え、へえ、はい、AD さんとかもやってるんですか、ご自身の場所で。今は AD はいますね。大変じゃないですか、他の人 の, じあの生活も背負いながらかつディレクターやるって。まあそうですね、ただ僕も行ってももう今になったらもう42ですけど、まあ、割ともう自分のためだけにやるのもしんどいなみたいな感じになってきてた頃だったので。32でですか。あ、32はまだですか、30後半だったら。あ、はいはい、そういう気持ちの心変わりですね。質問、うん、が終わってからエヴァチャンネル開設まではまだ期間ちょっとありますよね、はい、そうですね。で2018年の3月に終わって、はいはい、で映画チャンネル始まるのが2020年の2月なので約2年ぐらい間があるんですけど、その間何してたんですか。でその間に、まあ、江頭さんとは仲良くなったので、じゃあ江頭さんの企画をなんかできたらいいっすねみたいな、うん、けど、まあ、テレビでやったのでどこも相手にしてもらえなくて。ああ、その江頭さん企画みたいなものが、企画が、あ、まあ、まあコンプライアンスっていう言葉も割と言われ始めてきてたっていうのもありますし、いやもうプスマ終わってめちゃイケ終わって皆さんが終わってみたいな。あ、まあそうですね。要はなんかちょっと江頭さんも終わったみたいな空気になってたんですよね、こうテレビ全体の空気も。ちらっと局員さんとかに話すと、いやなんか別の企画でみたいな感じにはなっちゃってて。今でこそちょっとお笑い盛り上がってるけど、はい、当時もうお笑い本当求められなかったですもんね。あの、そうですね。2018年から19、はい、20年ぐらいときて。そうなんです。めちゃくちゃ情報バラエティばかすもんね。はい、で、もう2年ぐらい通らなくて、はい、いや、じゃあもう YouTube でやっちゃおうかみたいに、ふと思って、で、YouTube で始めたっていう感じですかね。カジサックさんとかもやってますもんね、特にね。カジサックさんはもうずっともうやってますね。で、もう100万人突破とかして、あと、した後ですよね。はい、で2019年の11月ぐらいに江頭さんに YouTube になりませんかって声をかけて、はいはい、あ、じゃあやってみるっていうことに OK してくれて、じゃあ4月に始めましょうかってなんとなく、はいはいはい、じゃあ4月ぐらいだったらまあ余裕に間に合いますよねみたいな、はいはい、のんびり始めようかなと思ってたら、ひろみさんが始めたんですよ YouTube を。あ、1月ぐらいですかね。はい、ですかね。もうちょっと12月ぐらい。いや12月ぐらいかもしれない。やってましたね、確かに、はい、やばいと思って。要は今までちょっと YouTube ってこう都落ちがあったじゃないですか。テレビが出れない人がまあ初めて、まあ、カジサックさんとかぐらい、はいはい、あれこれ全員誰でもなんかこうやりやすい空気になっちゃったと思って、はいはい、で4月じゃ遅いなと思って急遽2月に早めたんですよ、はいはい、結果的にですけど4月ぐらいからコロナになって、はいはいはい、4月ぐらいから芸能人一気に始めるんですよ、うんうんうん、だそこに埋もれなかったっていうのは良かったなと思って2月に始めておいて。 あの時の1ヶ月とか2ヶ月ってだいぶ違いますもんね。はい、あのあと4月5月ぐらいから一気にもうめちゃくちゃ YouTube 始める芸能人増えたんで、うんうん、まあ、確かにあの早い人ほど初速早かった感じですもんね。そうですね、一気に何十万で、はい、昨今じゃ考えられないその、はい、スピードの、はい、そうなんですよね。上がり方してますもんね。1日でだから初日でもう50万人ぐらいいったんですよね。へえ、ガチャンね、すごびっくりで、9日で100万人いったんで。9日で100万人さ、はい、すごえ、あれって、うん、YouTube 的な研究はしてたんですか、はい、その11月とか出す前まで。まず YouTube をいつでも始められる状況にはしとかなきゃなとはなんか僕もうっすら思ってたので、はい、2019年か、はい、まず YouTube 何も知らなかったので、そのアカウントを作ることも知らないし、はい、作り方も分からないし、じゃあいくらどうやったら収益化するのかも分からないし、どうやってじゃあその動画アップロードするのかとかもう何も分からなかったので、はい、で一旦まず自分でチャンネル作るかと思って、なんか自分がちょうど子供生まれたばっかっていうのがあって、で子供のチャンネルを作って一回、へー、うん、はいはいはい、で自分でまあ動画撮って編集してアップロードしてってやると、まあやってるともう分かるじゃないですか、すぐ、うんうん、やればあのノウハウというか、はいはいはい、
でそれ半年間ぐらい50本ぐらい上げたんですかね動画を、はあ、ぐらいやって、あでも YouTube っていうのが分かったなって思って、はいはい、 はい、いつでもまあこれでやれるなと思ってて、そうですか、そのエヴァチャンネル前に50本上げてるんですね。そうですね、あそれ確かに全然違うっすよねきっとね、はい、それでじゃあもう YouTube いつでも始められるなとは思ってて、でもうどこも企画が通らないっていうのも重なって、でそこでじゃあもう江頭さんで YouTube やっちゃおうってなったっていうか、はい、その最初始めた時に、はい、この動画で始めてとか、なんかその順番とかも決めてたんですか、なんかあらかじめというか、まあ、エガチャンネルに関しては、まあ、1本目はこれでいこうみたいなのはもうみんなの中で、まあ、僕一人っていうか僕と一緒に作ってる仲間とかがいたので、その仲間とみんなで話して、もう1本目はこれだなみたいな、江頭さんと、はい、まさか始めるぞみたいな感じのあれですよね。そうですね、始めるぞって言ってお尻に筆入れて習字を書くみたいな、うん、で1本目2本目が両方とも広告審査落ちて、あ落ちてんすかね、はい、で2本目は18禁にもなっちゃって、あでもまさかそれを始め方が良かったってことなんですね、そのだって結果的には今そう思いますね、だって一番テレビと逆ですもんね、はい、テレビ一番見れないものが、はい、あの結果生まれたってことですね、その2つで、はい、ただ収入がゼロなんで、あ、そうか、それって不安なんですか、はい、でもやっぱ登録者をだって上げてったら、はい、そこの金100万いくぐらいだからすげえなと思うじゃないですか、はい、でもお金複雑ですよね、あだから回っても金になってないっていうか、これあやってること合ってんのかみたいな、へえ、ただすげえ人数増えてるし、すごい見てもらえてるし、気持ちよさもあるじゃないですか、もうそうですね、爽快感っていうか、あのなんかその、はい、めちゃくちゃ再生、いやしかも僕なんか多分きっと味わったことないぐらい の、 その再生の速度だと思うんで、はい、っていうか、なんかテレビだと味わえない快感ですよね、あのグラフがブワンってなるのが、このリアルタイムでこう上がっていく感じって、はい、でも登録者がどんどん増えていくみたいな感じとか、うん、やっぱすごかったですね、ただこれ0円だぞみたいな、へえ、逆に一番最初に広告稼いだネタは何なんですか、その後のネットの伝説、あトーク系とかですね、はい、トーク系はこれついて、へでその後一番今773万回再生っていう一番まあ伸びてるやつに関しては、はい、歌歌ったんですけど、それ僕めっちゃ覚えてます、歌うんだと思ってた普通に、そうですね、あれはもう江頭さんがブルーハーツ好きで、へ人に優しくにしましょうかみたいな、へ感じで衝撃でしょ、なんか歌うんだもんね、そうですねそしたら今度それが今度こうなんか海外のなんか謎の集団から要は著作権侵害みたいなのがあって、それも収益に入らず、すごい伸びて目立ってるんだけどお金が全然入ってこないみたいな感じが続いて、で今度そうすると今度なんかいろんな人が寄ってくるんですよね、その当時同じ頃に2回全くほぼ同じような声のかけられ方したんですけど、収益化できてなくてみたいな、広告審査も落ちちゃうしみたいな、でうち Google とつながってるんで、あ MCN ですか、 MCN ですね、へえ、はい、うち Google とつながって、さっきもなんか Google と打ち合わせしてて、つってでなんかエガチャンネルのこと困ってるって言ってましたよとかって聞くと、まあ、マジでみたいな、そうなの、で間に入ってくれるんだみたいな、でちょっと一回話しませんかみたいな、で一回会って話して、うちがこういろいろそういう Google のやり取りとか全部面倒見るんで、はい、でなんか、はい、うちのなんかシステムに入りませんかみたいな、はいはい、でそういう大きいチャンネルで入ってないのってエガチャンネルぐらいなんでみたいなと言われて、あ入るもんなんだみたいに思っちゃって、はいはい、けどよくよく聞いたら要はで収益の 30% くださいと、要はなかなかす、はい、でなかなかだ収益の 30% と思って、それに 30% 取られるのもなと思って、でも考えますと、で考えますって言ったら今度翌日 10% でいいですよ、ね、なで、そこから値段が下がって最終的には 2% とかみんな 1% とかになって、でこれはなんかまあ映画チャンネルだけですよ本当はみたいな、他はもう 30% でやってるんですけど映画チャンネルは特別に 1% でいいですとかでなって、
まあ、なんかそこでちょっと、またなんか、だったら最初からそう言えよみたいな、結局断ったんですけど、はい、それが、まあ今、結果としては逆に全然入る必要なかったじゃなかったなと思って、結構他の芸能人チャンネルとか入ってる人多いかもしれなくて、別にそれが悪いとかいい悪いじゃなくて、うちはなのでそれで入んなかった、入んないっていう選択をしたっていう感じですかね。使えますもんね、コツがその、あ、これだったらつく、はい、これギリつくんだみたいな、はいはい、コツがつくからですよね、はい、どんどんやっていくと。はい、で、まあ自分たちで試行錯誤して、ここはなんかこういう濁し方して今度やってみようみたいな感じでやってるのも楽しかったので、まあいいかなみたいな。初月どんぐらいの動画本数出したんですか？初月は、1、2、3、週3本出してたので最初。で12本とかですか。アベレージ数百万みたいな感じですね。そうですね、あの時は。はい。だから100万になった時に、はい、大きい YouTube の運営してる人から、電話が来て、なんかコラボしませんかみたいな話があって、はい、どんな感じですかみたいな話を聞いたら、はい、まあ、江頭さんと対決をしたいんです。はい、まあ、3本勝負みたいなのやりたいんです。はい、ああ、いいですよ。で、ちょっとここから1個提案なんですけど、はい、3本勝負して、負けた方がチャンネルを潰すっていうのはどうですかみたいな。すげえ提案ですね。はい、え？僕ちょうど100万いったぐらいの頃だったんで、はい、まあそれこそけどまだ初めて1ヶ月も経ってないぐらいですけど、はい、めちゃくちゃ肝据わったこと言ってくるなと思って。だって向こうは向こうでその数百万いるってことですもんね、その大きいってことは。はい、歴も長くてってことですね。歴も長いんですよ、うちより。え、けどそれって、けど、その、本人じゃないですよ、YouTube のやってる。本人あ運営すもん、ね、運営なんで、その YouTube チャンネルのメインの人ではないんですよ、はあ、話してるのは。運営の人なんで、はあ、本人のなんとかさんは知ってるんですかって言って、その提案を、うん。いや、知らないんですよ。え、本人は大丈夫なんですかって言ったら、いや、で、対決したら、江頭さんに負けてもらいたいんですよ。で、江頭さんに対決で負けてもらって、江頭さんがチャンネルを潰すっていう。で、そうするとめちゃくちゃバズると思うんですよ。知ってきて。は？向こうが、向こうの人が、うちのチャンネルは、チャンネルを潰すことができないので、はいはい、江頭さんに負けてもらって、江頭さん、江頭チャンネルを潰し、赤番しましょう、はい。チャンネル削除しましょう。そうそう、そうですね。でも、受けるメリットなくないですか？いや、もう、意味わかんなすぎて。はいはい、舐めてんのかってなって、まあまあそうっすよね。電話で怒鳴りましたね。うん、そうなっちゃいますよね。もう舐めてんのかお前。え、それちなみになんて試験出てました。で、そういうことあるんですね。いや、だからもう本当舐め腐ってるんですよね。なんか多分だからその運営でチャンネルとかを多分自分でこう編集とかしてないじゃないですか、多分そいつは。あ、そう、提案してる方は、はい、大きい組織だから、とかプロモーター的な意味合いで、はい、なんか全部ハブ的にかかってますみたいな。はい、でそいつはもうノリでそういうなんか、はもう作り手のプライドとかなんもないみたいな。なるほどね。はい、やっぱテレビってこう、やっぱ人とのつながりというか、今までみんなでなんかこう作り上げてきた仲間同士じゃないですか、言ったらなんかこう、で、こう作り手同士のこうリスペクトがあるというか、はいはいはい、なんかそういう業界だと思うんですけど、割とこう、ちょっと、さあ、バズらせるにはどうすればいいかみたいな考え方の人が多いというか、で、そこ、そのバズらせ方にこう、リスペクトとかそういうものがないというか、相手の、なんかね、こう、作り手に対するこう、思いとか、そういうなんかないから、そういうのは嫌だな、とは思いますけど。まあまあ、確かにその提案はなかなかね、そうなんだ。そんなあれだ、でももう2年ぐらい、約2年ってことですね。そうですね。はい、そうですね。2年で。どんな編成ですか？ずっと週3投稿してて、はい、週4とか週5にした時もあるんですか？週3にしてて、で、ちょっとしんどいなってなって、で、週2にしたって感じですね。ああ、その、まあそうっすね。落ち着いてきますもんね、はい、そのアベレージというか。まあそうですね。ある意味 YouTube って、もう、マラソンみたいな感じじゃないですか。こう、もう、こっちが終わりってなるまで終わらないし。
まあ、マラソンなんでずっとやっぱ週3でこのまま短く割っちゃうよりかは、まあ、週2でこう体力をある程度温存しながら走った方がいいのかなっていうので就任したって感じですから、うん、そうですね、しかも、まあ、あとやっぱ編集が追っつかないっていうか、編集でやっぱずっとこうしんどい中やっていくよりはある程度こう自分の中でゆとりを持っておきたいっていうか、うん、クオリティで出しても表、うん、ほぼテレビクオリティですか、ね、うん、今あってまだ毎日ですか、外録、あ、もう週に5回にしました。週に5回ですか、全然あのゆとりがありますね今。あ、そうですか。そう、今話したみたいなことが本になってるってことなんですか。あ、そうですね、裏側というか、映画チャンネル革命っていう本を出させていただきました。へえ、はい、今みたいなちょっとことだったり、もっといろんな細かいことが、そうですね、発売されてるので。三谷さんの話しちゃいました。何ですか、この中で。お、こんなしてくれてるんですか。しちゃいました。嬉しい。毎回飲み行ったじゃないですか。はいはい、そうですね。で、まあ、あの時に聞いた話とか、はいはいはい、もうちょっと勝手に書いちゃって、すいません。全然そんな、ありがたいですね、はい。同じテレビ業界出身のディレクターとかで、まあ、ちょっと気になってる人みたいな話のところで、ちょっと上げさせてもらって。およよ、はい、嬉しい。ありがとうございます。ありがたいですね、そんなに置いてもらって。いやいやいや、すごいですもんね、やっぱ、三谷さん。今いくつでしたっけ。34で今度5になりますね、2月で。はい、もうけどもテレビ時代より超えてる。そうですね、はい、それに関してはまあ超えてますね、はい、ありがたいことに、はい、でもまあ本当怖いですけど、いつ回らなくなっちゃうんだろうみたいな不安になるんですよね。なんていうか、確かに分かんないですけど、それこそだって江川平さんのチャンネルなんてもう、はい、アッパーがめっちゃ高いから、うん、そうじゃなかった時ビビりません？例えば分からないけど、はい、まあ、焦りますけど、まあそうっすね、まあうろたえ続けるしかないっすね。そうですね。ちなみにこれから どうしていきたいとかあるんですか。その、まあ、映画ちゃんでは、まあ、引き続き続けたことして、はい、なんかテレビの仕事今もやってるじゃないですか、はい、でも今後ではその両方ともやっていく感じですか。その、まあ、YouTube もやりつつテレビ番組も、まあ、オファーいただけるならやるみたいな。そうです。ただもう今ほぼ、まあ、あんま時間が取れないので、映画チャンネルでちょっと時間取られちゃって、なので今はちょっとお断りしてる状態ですかね。あ、はい、そうですね、はい。映画チャンネル的な目標とかあるんですか。やっぱ300万人とか、まあ、300万人は一応まあ今年行けたらいいなっていうのと、まあ、何人ですか。今265ですね。射程圏内ですね。そうですね、行くかなっていう感じですけど、まあ、はい、もうその上がりきってる状態からの伸び大変ですもんね、うん、でやっぱ下ネタとか過激なことやると減るんですよ。あ、もうそこまでいくと、はい、260までいっちゃうと、まあ、減りますね。へえ、エガチャンネルだからそういうチャンネルだって分かってくれて登録してくれてると思うんですけど、それやると減るっていうことは、あ、一応まだ誤解されてる人が多いのかなみたいな。また登録解除されたらされたで、まあ、もう仕方ないって思っていくしかないのかなっていうか、それでやらなくなるのも違うし、まあ、そうですね、はい、そもそもそこまで膨らがってここまで応援してくれてる人もいますもんね、はい、へえ。300万人も目標ですけど、そこばっかり目標にしてると今度薄いチャンネルにもなっちゃうので、まあ嬉しいね。映画チャンネルは映画チャンネルなりの、はい、スタンス貯めちながら行きたいなってことですよね。そうですね、すごいな。あと、まあ、その映画フェスって今やりたいなって江頭さんは話してるんですけど、なんかちょっと、まあ、コロナの状況次第でありますけど、なんか夏ぐらいにそういったフェスみたいな、実は音楽とお笑いとみたいな感じですか。そうですね、できたらいいなみたいな。あ、ミスさん外録チャンネルもあれです、100万人目指すって言ってましたもんね。いや、そうですね、やっぱ登録者を目指してないと、だって進化しないじゃないですか。まあ、そうですね。そう、だからそればっか目指す、追わない方がいいんじゃないと言われつつ、まあ一応なんかね、シーンみたいなものを大事にしながら、一応数字はでもどんどん追わないとなと思って、はい、そうですよね。はい、あと普通に言うと、到達すると嬉しいですからね、やっぱり。嬉しいですね。で、なんか数字じゃないとか言いつつ、はい、誰でも100万人とか、ああいう気分のいいとこ行ったらなんか、はい、そうですね。やっぱ、文献配信で横にあるんで。でやっぱ登録者数減るとやっぱ悲しいですね。やっぱそうっすよね。何がいけなかったのかなと思っちゃいますもんね。別に何も来たくないんだけど、やっぱり
ある程度再生数取んないとやっぱり運営的にも厳しいので、やっぱそういうのをじゃあやなきゃってなってきちゃうっていうか。そうですよ、スタッフに給料払わなきゃいけないですもんね。ちなみに考えますか、60歳ぐらいの時何してるかなとか考えたりしますか。これわかんないですよね。だから本当に僕も今2年目か、だから映画チャンネル始める1年前はまだ YouTube やるなんて思ってないじゃないですか。あ、そこテレビバリバリ普通にやってますもんね。何本か掛け持ってとか。まさか YouTube やってると思ってなかったし、でその後今一応所属タレント江頭さん一人ですけど、タレント事務所なんてやるなんて思ってなかったし、マネージメントしてるわけですもんね今ね。だからもう何やってるか分かんないなと思ってますね。ああ、まあそうっすよ。その都度その都度でなんか変わってるんだろうなと思いますけど、まだ行ってもね、だからいつまでもこうディレクターとしてこうやり続けるのもやっぱり限界がどっか出てくるでしょうし、だそういう意味ではなんかこうなんかいろんな形を考えていかなきゃなと思いますけど。ああ、事業みたいな。事業というか、まあ、うちの、ね、その会社としてこう若手を育てて、はあはあ、みたいなのもやっぱやっていかなきゃいけないし、はあ、結果だから他の YouTube チャンネルやってくれませんかみたいな話も来るんですけど、はあ、いや僕ができないので、僕よりもちょっと手一杯でできないので、じゃあうちの若手でよければっていうと、あ、だったらじゃあちょっと考えますみたいな感じにはなっちゃうので結局、まあね、はあ、考えられますよね、はあ、悩ましいところですよ、ね。なぜこんな寒いのか。いやいや大丈夫ですよ、こんな感じで。大丈夫。一回送るんで作ったら。見えてます？いやそんな、あの見えてるとか考えたことないです。あんまりないです。はい、あの。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。また、はい、また連絡します。また飲み行きましょう。ぜひぜひお願いします。どうでした？君と君と君と僕との